とか、で二等辺さん、まずあのサブラージュします。そこに、砂糖と、それから塩、あとイーストを溶きます。普通のパン仕込むときフランスパンですとか、まあ、フランスパン以外にもいろんなものに結構いる。で、停止されたら4分半ぐらいですね。で、こね上がりです。4等分に分けます。これで、だいたい発酵20分ぐらい取って、生地を潰して冷やします。そしたらあのさっき仕込んで、潰してその後冷凍庫に入れて、冷やして1回発酵を止めます。大体、四隅にしっかりバターが入るように、それとなるべく厚さが均等にあるように作ります。
マイナス2、3度だと思うんですけど、そこで一晩で折り込む時のポイントはよく言われるように、生地とバターの硬さを合わせてあげると割っちゃうと、もうクロワッサンとしての商品価値なくなっちゃいますから、きちっと硬さを合わせて、きれいな層を作ってあげる。生地が重なるところは薄くしてあげて、なるべく生地の厚さも同じになるようにします。でなるべくシーターを通したときにこの角がしっかり出るように、伸ばしたいんですけど、角を出すにはこの両端を厚くしておく。真ん中へっこんでるような形に乗せてあげると角が出やすい。ここで、角が出ないで、こう合わせるために無理やりこう引っ張ったりすると、やっぱり焼いた時に生地が暴れたり弊害が出てくるので、なるべく、しっかりきれいに角を出す。ここも同じく、続けて1回目、2回目折っちゃうんですけど、2回目の時もやっぱりこの端っこを厚くしてあげて、こういう作り。あとなるべく時間をかけないで手早くやってあげるのがポイントです。これで、2回目の折り込みまでした。三角形に切りたいんで、幅を出してあげます。27の層ができました。で、これ冷やして、1個 40g なんで
なるべく、二等辺三角形になるように切っていきます。梅雨で湿度も高い、暑いんで、一回冷やした方が出ないかなと思います。層を潰さないように巻きます。柔らかくなっちゃったり、結露がついたりするんで、こうやってスケッパーの上とかに乗っけとくと、柔らかくなりづらいです。湿ってたら少し乾かしてから卵を塗った方が色が良くなります。それでなるべく、層に塗らないように塗っていきます。色塗りした方が色がいいです。